青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム「ソレノイド」、ただいま好評発売配信中。バームトーンレコーズ。青春ライバル物語、1980年デビュー女性アイドル編、1981年ボリューム3。長いねっていう感じですけどね、ここからは青春ライバル物語シリーズです。こちらはですね、1980年デビュー女性アイドルね、の特集ということでして、まあ、80年組と言われてるやつです。もうね、アイドルファンの方、そして昭和歌謡好きの方、もう誰もが知ってるね、長い長いね、日本の歌謡界の歴史の中でも大きな変革が起こった年ということでしてね、こんなにも鮮やかに世代交代が起こったのかというね、そんな年ですよね。70年代のね、まあ、キャンディーズが解散し、ピンクレディが解散し、そして山口も引退すると、しかも世代交代が思うようにいっていない、そんな中ね、80年に入った途端に息のいい新人がね、ドサドサドサーと出てきていって、歌謡界のね、流れが、空気が一変すると。まあこれね、多かれ少なかれ、例えば60年代から70年代に入る時もこんなことが起こりました。それから80年代から90年に入る時も起こるんですよね。これってやっぱりなんか不思議ですよね。別にそんな10年の切れ目で何かね、大きな誰か決めたわけじゃなくて、便宜上区切りが入ってるだけなので、やっぱ変わるんですよね。特にね、まあその80年代に入ってきまして、大きくその70年代を支えてきた山口百恵、それから桜田淳子、岩崎宏美の世代ね、からまあ10年は大げさですけど、それぐらいのまあ差がね、起きてきて、本当にガラッとですよね、風景変わります。そして当然その、これ毎回ね言ってるんで、もう省略をして簡単にしますけれども、音楽の制作環境も変わってくるわけですね。特にその、まあ、デジタル機器ね、まあ、それは今に通ずるわけですけれども、そんなんも導入されつつ、まあ、シンセサイザーなんか出てきた頃ですからね。そしてそのレコーディングのね、まあ言ったら、録音技術も発達し、それまでの、まあ、とりあえずスタジオにね、メンバーがドーンと入って、一発撮りの生演奏して、カルタかぶせるとか、そんなんじゃなくて、ドラムはドラム、ね、ベースはベース、ね、ギターはギターを取っていくみたいな。だから空間を非常にクリアに使えると、モコモコっとした音じゃなくて分離が良くなる。それからもう一つは、これ毎回言っておりますが、やっぱりね、ステレオ機器ね、再生機器の発達、いわゆるラジカセ、ステレオラジカセが出てき、そしてもうちょいしたらウォークマンが出てきますから、嫌がおうでもいい音で聴けるようになってくるわけですよ。だからやっぱりね、音楽もいい音の音楽を聴きたいと、いわゆるハイファイな音を聴きたいと。いうことで、それに見合った曲作りもしていかなければならない。そしてもう一つは歌詞の世界も変わるわけですね。やっぱり60年代、70年代は、大人が主導を握っていたわけですよね。音楽、レコードというものは大人が楽しむものだと。だから大人目線での曲が多かったんですが、80年代からはぐーっと低年齢層化していって、やっぱりね、15、16、17のね、若者たちが自分と同じ目線のね、共感性のある歌を歌ってくれる人を応援したくなるわけですよ。大人から見たね、少女とかじゃなくって、ちゃんと等身大の16歳17歳18歳の女の子男の子、これが描けるかどうか。だから当然感性も若返らなければならないので、作家陣もゴロッとね、まあ、変わってくるわけです。そこに、いち早くね、対応できるかどうかが、ここの80年のこの1年で決まるわけですね。そして、毎回言っておりますが、もうそこをね、一番早く、一抜けをしたのが松田聖子でして、たまたま70年代的な、その人たちね、作家も含め、それからスタッフね、制作人も含めて、そこを、70年代の主流的なものを受け継ぐことができなかったので、やむなく、とりあえずね、こうまだ海のものとも山のものともつかないニューミュージックっぽい作り合ってみたら、それがピタッとはまったわけですね。これは松田聖子のラッキーだった、生まれてきたものだったわけですよね。松田聖子の声とともに一抜けしていきます。で、割を食ったのは、やっぱりね、ポスト山口百恵というね、ことを意識しすぎて、70年代の空気を抜けきれない人たちはちょっと苦労していくわけです。
ね、まあ言うたら、それで言うなら、ちょうどね、一番その、試行錯誤をしていたのが、川合直子と柏原芳恵でして、前回は、81年のボリューム2ということで、夏の曲で、ついに川合直子もね、スマイルフォーミーのヒットを出しまして、トップアイドルの仲間入りをしました。で、柏原芳恵もね、ずっと50位以下だったのが、ガラスの夏で、一気にね、10万枚を打って20位のところまで来ました。21位まで来ました。で、岩崎良美がどん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 なんかニューミュージックっぽいね、大人っぽい曲を歌っていて、アイドルから離れていっていると。で、浜田樹里は浮上のきっかけが全く見えなくって、ついにね、チャート しなくなったというところまで来ました。で、今回はその1981年のボリューム3です。まあ、大体夏、ね、真夏に向けての曲になります。まずは、6月の5日にリリースされました、この曲からスタートしましょう。足で駆け出す砂浜、あなたの視線が刺激的。マリブの浜辺はブルーネイビーブルー、ひと夏の嵐に私は酔うの。サーファー気取りのあなたに裸の微笑み返したら、眩しい眩しい二人がキラキラと光って踊り出すの。揺れてこいすぐララウマ、そうよ私は今南風に髪をなびかせ、ひそやかに唇幸せララウマ、時を止めないでね、世界の恋人と呼ばせて、そしてこの私をお気に召すままに。さあ、岩崎よしみです。ラ・ウーマンということで、6月5日リリースですね。前作四季がね、だいぶ渋い曲でしたけれども、こちらもね、最初始まるときは同じ路線か、あとこちらも渋いね、ニューミュージック路線かと思ったら、まあサブになって明るくなりました。これね、まあこのシリーズ聞いていただいた方わかると思うんですけど、ね、これまあ、ね、このスタッフが意識してたかどうかわからないんですけど、河合直子がね、まあその持ってまいれた明るさプラス声がまあね、ちょっとこうウェットだということで、その両方を、要素を持ったヤングボーイとか愛してますとかで、つまりマイナー調とメジャー調とが一曲の中に入ってる曲を作って、これがまあね、こう非常に受け入れられてヒットしましたと。これ前回柏原芳恵もね、同じように可愛らしいね、その女の子の部分とその声の妙に大人っぽい色気の部分と一曲の中に入れたガラスの夏が大きくね、こうヒットしまして、浮上のきっかけをつかんだと。まあそれを意識したのかどうかわかんないですけれども、この岩崎芳美のこの曲も両方入ってますよね。出だしメロのちょっとムーディーなね、大人っぽいね、展開とこのサビの明るい感じ、まあその可愛な子のようなね、あんな能天気な明るさじゃないですけど、非常にトロピカリーなね、夏にぴったりの曲でして、ああなるほどねって感じですよね。なんか作詞大津明、作曲南吉高です。 A メロなんか完全に南吉高ですよね。はい、でアレンジ船山元気ですから、なんかね、だからこれってやっぱり渡辺真知子よねと思いますよね。うん、で、岩崎良美のね、歌唱力をいかんなく堪能できるわけですけれども、ここまででも難しくせんでもええのになと思うんですけどね。もうちょっとね、もうちょっとなんかこう、シンプルな音でもいいような気もするんですが、売り上げ的には 5.9 万枚、最高位は34位です。だから前作四季よりもやっぱりちょっと落としてますよね。もったいないなと思いますよね。せっかくこれ、もうちょっとこう、なんとかが売れそうな爽やかな曲になるのに、ここまでなんか凝ったことしなくてもなと。うん、で前回ちらっと言ったんですけど、その岩崎芳美がね、四季を出した頃って、そのお姉ちゃんのね、岩崎宏美はもう、すみれ色の涙を歌ってるわけですよ。
ね、自分のそのね、言うたらこう歌唱力 のそのフルに使わずに、あえてね、あのシンプルに歌っていて、まあ、それが、ね、ヒットに結びついたところあるので、やっぱりそこちょっと固い肘張ってるかなと、それは本人も含め、スタッフも含めて、何かこうね、ちょっとこう自分のこのこう力をなんとかね、こう見せたいみたいなところがあるのかなという気はしますよね。まあ、そんな、そこまで思ってなかったと思うんですけれども、はい、ちょっともったいないなという気はします。はい、そして7月の1日にはこんな曲がリリースされまーす。こちら三原純子です。愛しのサマーボーイということで、急に明るくなったなとね、セクシーナイトはどうなったみたいな感じですけど、これは、当時ね、記憶にある方がね、もうおられると思うんですけれども、CM ソングなんですよね。三原純子本人が出演するコカ・コーラの CM 用の曲として作られまして、なのでこんな爽やかな曲なわけですよ。でもまあね、あまりにも、三原純子のパブリックと楽曲イメージは違う、ね、違っているので、ほとんどプロモーションされてないですよね。まあ、とりあえず形だけ出したみたいな感じでして、もう本当にね、企画もんの一枚ということでして、まあ、チャートにも入っておりません。でも、なんでしょうね。いいですよね。初々しくって。なんかこう、悪くはないなと思って、三原純子のこの、ぶっきらぼうな感じで。まあ、それはそれなりになんか可愛らしくって、ここら辺が僕は三原純子の魅力だと思うんですよね。なんか一回体もね、でかくて言い方失礼ですね。背が高くて、気の強そうな顔していながら、意外と素直にこういう曲歌うんだな、みたいなところがね、いいなとちょっと思いました。はい。もうちょっとこの路線前面に出してもいいなって気がしますが、まあ、無視はされております。はい。そして、7月の21日にはこんな曲がリリースされまーす。
たわ。さあ来ました、松田聖子です。白いパラソル、7月21日リリースです。いやだから本当にこの81年の松田聖子のねリリースっていうのは素晴らしくって、なんか常に先手先手なわけですよね。でこの1個前の夏の扉ね、あんなね夏って感じで言うてますが、あれ4月に出てるわけですよ。だいぶ先取りじゃないですか。まだ春や言うてる頃にあんな夏のねハイテンポのハイテンポの曲が出てきてってね、もう今年のね松田聖子の夏の曲はあれで決まりかと思わせておいて、7月に入ってこれが出るわけですよ。でね、僕はまああの独断ベスト10のね時にも言いましたけど、この曲当時からものすごく好き で何かなと思った時にね、やっぱりこの7月21日でちょうど夏休み入る頃でしょにぴったりやってるんですよ。こう夏休み入ってね、学校が休みになって平日も昼間ね、言うたらこう街をブラブラできると、あのちょっと静かな夏のね、夏休みの平日の昼間の感じ、あれですね、なんかちょっといつものね平日の昼間というか日曜日の昼間の感じとまた違うね、あのちょっと非日常な感じ、あのちょっと気だるさと眩しさとっていうねがこのテンポとすごく合っててだと思うんですよね。だからこの曲聴くとなんかもう本当にあの当時ね学生時代の、あ夏休み入ったなって感じがしてきて、でこんなミディアムの曲でそのシングルに切るっていうのは、まあ早速本人もびっくりしたらしいんですけど、ないですよ。すごいチャレンジング でそれはきっとそのやっぱり夏の扉がもうすでに成功しているので、じゃあということで、これはシングルね、あの出せたんだと思うんですよね。もうあんなハイテンションな曲は別にいらないのでっていうことでのタイミングでこの曲をリリースするというね、そこの決断もすごいし、でねそのまあ、先生ベストテンに言いましたが、財津和夫の、ね、このメロディーが僕は財津和夫チューリップも含めた財津和夫の全作品の中で一番いいメロディーだと思うんですよ。これコード進行も含めてこんな鮮やかでシンプルで、でもちょっと他に類を見ないメロディーとコード進行はちょっとないですよね。だからこれは僕は財津和夫というソングライターの最高傑作だなと思うんで、それくらいいいメロディー、いいコード進行ね、でここだから松本隆が、まあね、関わってきて、宮野芳子選手の、ね、歌詞もすごくいいんですけど、あれよりもうちょっと踏み込んだ、ね、こうちょっと具体的なディテールの多い歌詞、ね、がさらに松田聖子 その魅力と相まって、80年代の、ね、ちょうど、まあ、あの本当に足立満の世界ですよ、あの夏休みのあの感じにぴったりだった曲ですよね。これは本当にいいなと思う。で売り上げ的には 46.8 万枚で、最高位は1位です。もちろんねベスト10で初登場1位という快挙を成し遂げまして、こんな感じの曲でね1位取るってやっぱすごいですよね。はい、もう松田聖子どん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 こうね、あの前をね走っていっております。はい、そして7月、同じ7月、これ松田聖子と浜田樹里って大体日合わせるんですよね。あれソニーもうちょっと考えたらええのに。いやいいんですけど別に、7月21日にはこんな曲がリリースされます。黒い瞳ということでしてね、7月21日リリースです。先ほども言いました松田聖子と同じレコード会社と同じ日に立つというね、ちょっとひどいんじゃないのという気がしますが、あでもね聞いてね、やっとですよ、そのね浜田ジュリーの明るい曲ですよ。
やっと年相応の曲が来たなって感じですね。で、作詞作曲人は前作、青い嫉妬と同じ三浦義子、まがいの浩二コンビです。まあでもこの二人は、ね、やっぱりそれは安定したね、なんていうかクオリティがありますから、非常にいい曲ですし、で、やっぱりその、浜田純里もやっぱり可愛らしいのね、ご本人の持っている、やっぱりね、まあ、19かな、この頃ね、のお嬢さんのね、だからあんまりそのなんていうのかこう松田聖子ほどのハイテンションじゃなくって、まあ、70年代で言うならその岡田奈々とか、浅岡めぐみとかの感じですよね。まあ普通にちょっと育ちのいい明るいお嬢さんっていう感じの曲ね。これをなぜデビューの2曲目か3曲目に出さない、まあ、季節のタイミングもあったんですけど、やっとですよね。はい。でまあ、曲的にやっぱ松田聖子の曲はね、夏の扉とかその先ほどの白いパラソルを聴いてしまうとね、なんか松田聖子のアルバムに入ってその曲みたいな感じですけど、でもそのまだ新人だと考えるなら松田聖子がちょっと飛び抜けてね、異常なだけであって、これぐらいの曲をちゃんと固めていって、ね、ファンが応援しやすい環境を作るとね、ジュリちゃんと言いたい環境をちゃんと作るということだと思うんですけどね。まあ、ということでして、こちらは売り上げ 1.3 万枚、最高位75位。ほら、ご覧というね、ね、青い嫉妬が、そのね、青い嫉妬がね、チャートから消えたことから考えれば、よく復活してきましたよ。ね、だから言わんこっちゃないという感じでね、よかったです。ちょっと一安心しました。さあ、そして、9月の1日にはこんな曲がリリースされます。ですムーンライトキッス9月1日リリースです。大ヒットスマイル4ミーに続く曲ということで、まあ、スマイル4ミーと同じように明るい感じでね、これだいぶでもその、ね、アイドル的な要素を前に出しておりまして、まあ、もう可愛いなこのね、可愛らしさが炸裂しております。いいじゃないですか。もう聞いててウキウキしてますよ、心がね。はい。こちら作詞松本零士、そして松本零士ね、あ、そうです、そうです、名前な、で作曲まがいの浩二先生、もうここもそうですよね。やっぱり達者ですよね。達者で失礼やな。ね、だからまあね、その先ほどの浜田純里もそうですけど、やっぱり夏向けの曲ね、しかもこれ9月1日ですけど、まあここあんまりね、ちょっと秋っぽいですね、ちょっとこの辺入れてるんですかね。はい、ということでして、まあそのね、まあスマイルフォーミーの後を受けて同じ調子でこう応援しやすい曲ということで、まあ楽しい曲です。はい。売上的には 16.1 万枚、最高位は11位です。まあだから1個前の17歳とかただ、まあ、同じぐらいですから、まあこの辺りがだからもう可愛いのはこのこうベーシックなコアなファン層ね、親衛隊というかの皆さんがこうがっちり支えてる感じですね。でまあね、当然だから同じ路線の曲は売り上げ落とすわけですから、まあここをちゃんと守っておいて、また次からね、どこまで広げていけるかっていう感じですよね。はい。そして9月の5日です。こんな曲がリリースされます。
口づけをしました。それだけのことでした。にぎわいの季節が引き潮のように終わる頃、ただ寂しくて流されそうで、あの人の腕が欲しかったのです。恋になりました、愛になりました、そして一人になりました。いけないことですか、そんなにいけないことですか。ねえ、なんでしょう、抱きしめたいって歌えそうですよね。ということで、なんとこちら、まあ、歌詞破りしてメランコリー白書、9月5日リリースでしてね、なんと悪友作詞作曲王のカツオ編曲船山元樹ですよ。完全にジュリーね、の夫人がここに来るわけですよ、70年代前世紀のね。でね、もうこれ、まあもうね、このチャンネル聞いていただいてる方にお分かりだと思うんですけど、なんでこんなことになんねんとは当時本当に僕は心の底から思いましたよ。ガラス茶は、ガラスの夏でね、パッとこうブレイクするきっかけつかんで、さあこれからね攻めていくぞって言った時に、なんでこんなね新曲さえ曲を出すんやって話ですよね。でこれがまだね、なんかその70年代の曲のカバーみたいなことでちょっと試しにっていうならわかるんですけど、これわざわざ発注してるわけですよね。しかも悪意王のカツオ船山元樹先生のところにね、どういう発注の仕方をしたんだろうかと。だからそのやっぱりこれってまあ、市川ひとみとか、その、まあ、榊原でもそうですけど、なんか70年代の悪しき慣習で、そのこういろんなね幅を見せていこうと、明るい曲も歌えればこういうねちょっと歌唱力の必要な曲も歌えるみたいな。でまあ柏原市長の持っているね、ちょっとそのね、例えば松田聖子に比べるとちょっと垢抜けない感じね、を前に出そうとしているのかなとか。でもね、ああね、いやもうこれに関してはもう全然ダメですよ。本当に僕は当時そう思いました。本当にがっかりしましたもんね、この曲聞いた時に。いらんねんこんな曲という思いましたけどね、実際、売り上げは 5.2 万枚で最高位は23位です。ガラスの夏からは半分ぐらいね、に売り上げ落としてるわけですよね。まあ最高位こそね、20近くまで来ましたけど、これはもう全然大失敗だと思います。もうこのまま、もうこのまま柏原氏が消えてしまっててもおかしくないぐらいの大きな失策だと思いますね。はい。危機感持つんでしょうか、どうなんでしょうか。いよいよ次回は81年の第4弾ね、になります。年末に向けて、もうね、ここの最後の年内、最後のシングルが、82年をどう迎えられるかのね、大きな分かれ目になります。今日のなんか面白いと思った方は高評価ボタン、そして、続き気になると思った方は忘れずチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは今回もね、今日の息のいい曲を聴いてください。それではまた次回。全部未熟だ。
って